こんにちは、キムです、今日は体調が悪い日の一日という動画を出したいと思います。まずね、なんで体調が悪いかっていうと、まあ、皆さんお気づきの通り、花粉症プラス、昨日スノボに行ってて、全身筋肉痛っていうのもあるし、あと、なんか喉の風邪ひいちゃったんですよ。寒いとこ行ったからかわかんないけど。なんで、今日は、何もしません！そんな私の一日となっております。もうニキビできたんですよね、ストレスとかで。ニキビできて最悪って顔してましたね、今。まあ、そんなことは置いといて。まず私が何をするかというとですね、お湯を沸かすんです。最近コーヒーに飲むのにハマっていて、コーヒーに飲むっておかしい日本語だね。あ、そう、こちらカルディのコーヒーなんですけど、なんとお父さんの誕生日に買ってあげたカルディのコーヒー、ほぼ私が飲んでます。かわいそう。あと、ネギ巻き散らしてて汚ねえですね。さっきなんかそう、生姜スープみたいなの作るときネギ巻き散らしちゃって、そのまんまでーす。汚ねえな、ここの台所。水たくさん吸ってるドラえもん。お湯沸いてきたで。いつも思うんだけどさ、コーヒー一杯しか飲めないじゃん。これさ、繰り返し使えないんかね。なんかあの、おじゃる丸に出てくるティーカップ女みたいなことしたいって思ってるんだけど、わかる人いる？はい、このお気に入りのね、諏訪田さんのね、あの、動画に出てくる豚タンのね、コップ。可愛くないですか？これ最近大好きなの。飲みまーす。私、だいたいコーヒー飲むとね、お腹壊して下痢出るんですけど、それを活用してコーラックの代わりに使ってます。便秘解消するからみんなおすすめ。はい、お次に私がすることは、読書です。コーヒーを飲みながら読書をするという、大人の休日クラブって感じの題名をつけたいくらい大人の休日ですね。ただし、読書した内容をすぐ忘れちゃって頭に入ってないんですよね。それがなんか最近の悩みで、せっかく本読んでもね、文字読んでるだけになっちゃう。ツイッター見てるのと同じなんだよね。今日はそんな私が読んでる本を2つ紹介していきたいと思います。まずは、ひろゆきさんの無敵の思考という本ですね。ひろゆきさんっていう人はですね、なんと2チャンネルとかニコニコ動画を作った人でもあるんですけど、なんでこの本を読み始めたかっていうと、そもそも私本読まなかった人だったんですけど、美容の専門学校に通ってて、で、美容師になりたくないのになんで私美容の専門学校通ってんだろうっていう悩みがあった時に読んでた本ですね。まあそこで毎朝ね、満員電車に揺られて、なんでやりたくもないことを自分はやってるんだろうってめちゃめちゃ悩んでた時に出会って読んだんですけど、で、私がこの本を見た時にすごく衝撃的だったのが、あの、朝起きられないから平気で遅刻をするっていうひろゆきさんの考え方ですね。これを見た時に、それ私と一緒じゃん、でも私怒られてるんだけどって思ったのね。そこで私は就職するのに向いてないなって思ったから、個人事業主になって動画編集の仕事をね、自分でして、自分の好きな時間に起きて自分の好きな時間に仕事するっていう、そういう人生の選択をね、選ぶことができました。この本ありがとう。なんかすごく思ったのが、何をやるかより何をやらないかが一番大事だなって、なんかの本にも書いてあって、確かにと思ったからね、めっちゃ実践したんだけど、自分が何に一番ストレスを感じるかっていうのを考えて、それを取り除くっていう作業をすれば、めちゃめちゃ幸福度が上がる。あと、家で猫を飼う。これだけで人生が変わります。はい、そんな感じでね、ひろゆきさんの本、すごく面白いので皆さんも読んでみてください。ほんでね、次に読む本はこちら、コールドリーディングの本というやつ。なんかいかにも難しそうな話っていう感じで、私正直読んでて内容理解できてません。なのでこの本は睡眠導入剤に使ってます。なんかなかなか寝つけない時ってあるじゃないですか。そういう時に読んで、うわー、なんか、まあ、難しいわーと思いながら、気づいたら寝てる、みたいな感じですね。はい、そんな感じでね、本の紹介も終わったんですけれども。体調の悪い日の過ごし方でした。体調の悪い日の過ごし方でした。皆さんもなんかおすすめの本があれば、下のコメント欄とかに教えてください。たまにはこんな日も。いいのではないでしょうか。それじゃあ動画最後までご視聴いただきありがとうございます。バイバーイ。